moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。7月2日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンサーズタジオから金融名古屋お送りいたします。先週ね、王子ね、喉がね、ガラガラしてるっていうお話をしたんですけども、その後ね、2日後ぐらいね、熱が出てしまいましたね。まあ今流行ってるかな、夏風邪っていうんですかね、汗かいてそのまま冷たいクーラーの前にいたら風邪をひいてしまったという王子でございます。滑り王子マスパンでございます。はい、今週浴衣ウィークなんですけれども、なんか今年の気流名古屋なんか浴衣と何かちょっと違うような感じがしてならないんですけれどね。ちなみに私は、まあ毎年ね浴衣を着てるんですけれども、やはり今ねこうやってね、あまり性別にこだわりがなくっていう時代ですので、まあ私もちょっと着物じゃないものにしてみたんですけれども、なんかね私田舎娘みたいになってしまってね、で写真を撮りましたら、なんかどうも海外にアジアの方にいらっしゃる怪しい屋台のおばちゃんみたいな感じになっちゃって屋台のおばちゃんね、なんか間違えちゃったなって思ってね、味噌煮込みスキーと、はい、浴衣ウィークということで、この写真ですね、3人とも写真撮影しまして、キャンさんの方にお送りさせていただきました。また SNS などで公開されると思うんですけども、実はこれ着てるのはこれ見えるかな、ね、これね浴衣じゃないと思います、ハッピーじゃないかなと思うけどハッピーなんだけど、ね、先ほどみそちゃんと一緒で、屋台でたこ焼き焼いてるおじさんだよね、どう考えてもね、そう王子なんか閉店セールの人って言われてるけど、なんかそんな感じなんかね言われてましたけど、これね俗に言うですね、応援団が来てる、これ中日ドラゴンズのですねちょっと立ってみてください。立てる、まあまあツイキャスでご覧の皆様には分かると思いますけれども、まあラジオでお聞きの皆様にはね、ちょっとね言葉でなると通じないので、これですね、ドラゴンズの応援のしてる、後ろ姿がね、ハッピーだよね。ね、これ何シャオロンか、シャオロンというね、中日ドラゴンズのキャラクターですけれども、やっぱりね、浴衣ウィークじゃないよね。これは浴衣としてですね、こう見ていただいてですね、やけに派手な、ね、浴衣着てるんだな王子はみたいな、それこそね、閉店セールのね、おっさんでもやってるのかなっていうふうに間違えられるぐらいね、今日はちょっと派手な、まあ、こんな、勘違いの3人がお届けします、今夜のテーマは残念はい、今夜のテーマはまさにこの3人のようです。残念です。メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分ごろからとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞のシュリマンジュ
中首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい流し長田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。ツイキャスでですね、はい、いろいろ皆さんいただいております、はい、高坊さん、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、埼玉の郷さん、浴衣ウィーク、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、浴衣ウィークですけれど、なんか勘違いした3人です、高坊さん、王子、今夜は期待しておりますよ。え、何を、お、なんだろう、え、何期待しちゃうの。沖縄大好きさん、こんばん、名古屋、名古屋、え、ジュンニーさんも、こんばんはです。はい、こんばんは。FMJG 新地さん、こんばんは。はい、こんばんは。で、埼玉の郷さん、あれ、王子、セールの8匹来てないか。さて、見えるよね。王子もね、ちょっとね、そんな感じがしましたけども、ね、これはですね、我が中日ドラゴンズのですね、あの応援のこう、まあ、ハッピー、まあ、浴衣っていうんですかね、うん、なりますけども、まあ、これをあの応援団席で皆様来て、ね、応援してるっていうね、結構ね、由緒あるような感じですよ、これは。由緒ある、うん、だってこのその何、由緒感をアピールして、うんうん、これはうん、やっぱりね、特別な、応援施設団っていうのかな、はいはい、そういう方がね、来ていらっしゃるのと多分ね、はい、同じですので、うん、一般の方が多分来てないんじゃないかなっていうような気がします。うんうん、まあ確かに来てないね、うんうん、浴衣ウィークで誰も来てないと思うよ。だよね。これ私も自分自身で思うんですけど、うん、これ浴衣と認めていいんですかね。いや、認めません認めない認めてくれないの認めてくれない。うん、浴衣ウィークで言うと、セーフかアウトかって言われるとすごいグレーですよね。ぜひキャンさん、山内さんジャッジの方お願いいたします。アウトじゃないかな。はい、ツインクルちゃん、こんばんは、はい、
本日で25歳になりました。はい、おめでとうございます。王子から、はい、どうぞ。え、25歳でしょ、うん、なんかあのね、25歳の方はやっぱりね、はい、あの、お久しぶりにですね、はい、あのちょっとあのエールを送って差し上げないといけないなと思ってやりますよ。はい、はいはい、じゃあビーチ下げます。いきますよ。ツインクルちゃん、大事な人には内緒ですよ。お背中流しましょうか。お黙り。もう終わりです。今日も決まったね。どうするの、ちょっと。いい感じに今日ちょっとあの、ビブラートが効いてしまいましたけども。うん、でも本当にね、お久しぶりですよ、うん、このね、あの王子のね、あの殿下の宝刀を抜くってことはね、まずございませんので、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか良くないよ王子って言ってるけど、これ別の話ですよね。え、何の話良くないよってあのね、これあのこキャスバル兄さん、これ、はい、あの初めての方かしらね。うん、うん、で、あの、うん、初めまして、あの歌舞伎町のガールズバーからこんばんは。んこれどういうこと。これあの今もうまさに、うん、あのガールズバーの中から聞いていらっしゃるのかな。ああ、いい感じでございますね。そうするとですね、うん、はい、中にいらっしゃるあのガールズの方々も、うん、聞いちゃってるのかな。どうなのかな。聞いていらっしゃるのかな。聞いていらっしゃるのかな。もしかしたらこの番組それふさわしくないよね。いや、でもあのもしかしたらそのお店のね、あの BGM としていやいやいや流れてるようなね、うん、感じだと嬉しいんですけどね、うん、どんどんあの王子いろんなことしゃべっちゃうんだけど、うんうん、ね、どんな感じかがちょっとわからないもんですから、はい、うん、キャスバル兄さん今どういう状況か教えていただきたいな。はい、カーフボーイさんからね、はい、みそにこみずきさん、ダンサーさん、日よそってもやくみずるさん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、毎日毎日暑いですね。秋もせずにセミもうるさいし、そっちは雨はどんなですか、大丈夫ですかということで。あ、雨すごかったですよね。雨めちゃくちゃ降ってますよ、うん、ね、昨日の夜中も随分降りましたしね。あんまり名古屋って梅雨の時期ってあの梅雨の始まりって大雨降らないんですけどね、うん、今年はちょっとなんか、うん、ね、降り方がダイナミックですよね、うん、そうですね、うん、大雨もそうですし、湿度がすごいですね。そうですね、湿度が、ね、すごいですね。で最近にないぐらいすごいですね、うんうん、本当にね、あの王子ね、あの除湿かけててもね、うん、もう顔の油がね、うん、かなり出てしまいまして、うん、もうこれはもうもしかしたらね、あの化粧水はいらないんじゃないかなっていうぐらいね、あのベタついてますんでもう化粧水はいらないよね、とりあえず。え、でもその代わりになるでしょ。ちょっといい、化粧水に謝ってほしい。え、なんで。あ、だからね、あのやっぱりちょっとお肌をね、あのケアしようかなと思うときに、うん、このベタついたところにまたね上塗りするとね、うん、あんまり良くないのかなと思いまして、やっぱり自家製のね、オイルをこう塗っとけば一番いいのかなと思います。自家製のって滑ってます。あ、自分でもう出してるってことね。そうよ、うん、だからもう除湿しても全然ダメなんだから、もうベタついちゃって、ね、王子滑ってます。で、高尾さん、都知事選挙投票に行ってきましたってことで。あ、もう投票されたんですね。あの期日前投票ですね。そうですね、はい、7日ですね、うんうん、そう、今度の日曜日ですよね、うんうん、すごいですよね、候補者とっても多くて、もう誰が誰なんだかわけがわからないぐらい人数いますよね。わけわからないんですけど、うん、本当にこの都知事になりたくて、うん、ね、立候補してるのかも定かじゃない、ね、定かじゃない方いらっしゃいますから ね、よくわからないです ね、うん、ね、選挙ポスターとかも貼らない人とかいっぱいいますし ね、あれができるなら王子も出れちゃうよね。いや、でも本当にね、それぐらいなんか収集がついてない感じがしますよね、うんうん、で、埼玉の郷さん、はい、中日とか FM 読みたん寄せやしって。あそうなんです ね、うん、ね、FM 読みたんさんのね、うん、あの、はい、それこそ読みたん村は、うん、ね、中日の、ね、2軍、うん、のキャンプ地 で、ね、私たちも見に行ったことありますけれどもね、うん、もうあの時期は本当に FM 読谷さんも盛り上がりますよね。そうですよね、うんうん、そう、やっぱりね、ああいう時はね、あの、うん、まあ、なんていうのかな、まあ、沖縄全体にこの野球フィーバーになりますよね、うん、ね、うん、そうなんです。で、はい、ジュニーさんが、うん、今日ドラゴンズ1対0ジャイアンツ松本市、あ、今
野球？今日野球、巨人と中日ですか。うん、そうですね。ほうほう、あれ結果どうなったんだろう。急になんですか。まだ急に気になっちゃった。もう結果出てるような時間帯かな。ねえ、うん、ね、私たちね、ちょっとやっぱり準備があったので、うん、全部はね見れないですよね。そうなんです。うんうん、今日は王子ね、あの全然野球のあれは、こう見てなくてですね、はい、ちょっとバタバタしてましたんで、うん、でちょっと今日早めにスタジオ入りましたんで。そうですね。今日はちょっとね、うん、やっぱり準備がいろいろあったので、うん、ねえ野球もねなかなか。うん、まあ後から多分ご紹介されると思うんですけども、今日のツイキャス結構あの王子いじってますよね。うん、あそう、結構王子、まだ私たちのツイキャスの読んでるの追いついてませんよ ね、 ね、高本さん残念 B 組マスクマン先生、あ、いい、あ、3年 B 組、うん、あそういうことか、かけてやるんだな。そのなんだその棒読み。うん、あ、まあ王子にこう先生、うん、いいね、先生もいい感じですね。何そうだから、うん、ちょっと先生もやってみたいなと思って。うん、あの今時珍しいですけどね、本当に残念 B 組になりますよ。はい、まあ、ペーターさんがこんばんにゃこんばんにゃ、あれちょっと何その沈黙、あの、うん、あれかなと思って、はい、あのツイキャスがどんどん進んでいくのかなと思って、はい、聞いてましたよ。そして高尾さんは、うん、今夜はハッピーかアンハッピーかのハッピーがハッピーに、あー感じのハッピーにかけてあります。あ、そういうことね。どうなるか、うん、あそういうことね。王子滑ってます。なんでこれはですね、やっぱりこう皆様にこうインパクトを与えるためにですね、うん、またこの中日ドラゴンズっていうね、このねロゴが入ったね、あの、うん、まあハッピーなのか浴衣なのかっていうね、うんうん、これをまあ今日は着ていますけども、うんうん、ね、まあ、埼玉の郷さんが雑アウトということで、なんでなんか決してこれはあの別にあの、うん、あのパチンコ屋のあの呼び込みとかじゃございませんからね。あとあの山内局長がこんばんみ王子やばい、え、まあ、やばい、もう元からやばい人間なんですけど、これやばいってのは どういった意味でのやばいなんでしょうか。元からやばいよ人です、ね、はい、決してあの、ね、あのやばいって言ってもあの、うん、事件でございますんで、あのカツラではございません。山地局長、今に始まったことじゃないんですよ。昔からこんな風なんです。まあまあそうです ね、 ね、はい、ね、はい、あ、そして高本さんからね、うん、22時10分、はい、不適切な発言でイエローカード、うん、っていうのはあのもう出ちゃった、もう出ちゃった。もう10分は何を喋ったか全然覚えてないけどね、王子はね。あれじゃないの、ガールズバーの話、あ、ガールズバー、ガールズバー、ガールズバー、でもガールズバーはあの今どういう状況か教えてねっていう風で、うん、あの問いかけをしましたので問いかけで、あの先ほど何ですかその言い逃れは。いや言い逃れじゃございませんよ、うん、で、まあ、先ほどはねやっぱりあのお誕生日のエールを送るということで、うん、久しぶりに出しちゃいましたけども、うん、みんなも多分来たかったんじゃないかなと思って。それわからないけどね。いやでもね、あの、うん、今日はあれですよ、あの、まあ、今ダンサーズにちょっとこうね振っていただきましたんで出ましたけど、はいはい、うん、そうじゃなければね、まだずっと封印してるようなね感じでしたんで、うんうん、たまにはちょっとね、たまにはね、うん、はい、うん、お聞かせしようかなと思って。こうたまに出す場面を間違えるよね、よくね。え、いやちゃんと王子考えてますよ。考えてますか。うん、あの大体あのゲストのこう女性の方、うんうん、がちょっとねお疲れ気味かなっていう時にはね、うん、必ずちょっとそれをね、あのエールを言わ、まあ、ね、それが逆効果になる時も逆効果時にはありますね。結構みんな嬉しいみたいなんだけどな。ちょっと残念なお知らせかもしれないですけど、うん、はい、次回のキーム名古屋、はい、ゲストさん、うん、男性です。ああ、すみません、うん、女性ではございません。男性です、ね、大丈夫、はい、はい、うん、ジュニーさんが一般向けのドラゴンズピロピロシャツはバンテリンでもらいましたって。あ、そうなんですか。え、そうなの。なんかイベントの時とかってね、なんかユニフォームもらえたりとか、うん、T シャツもらえたりとか、ベースボールキャップ、うん、もらえたりする時がありますので、その日にちょうど当てはまるとね、あの来場者の方皆さんもらえますよ。あ、うん、うん、なるほど、うん、あ、そうなんですか。そう、うん、だからあのいつもじゃないですけどね、うんうん、その日のこうイベントにこう当てはまるといただけるっていう、うんうん、それこそあれかな、あの女性だけの時もありますしね、あ、うん、子供さんだけっていう場合もありますし。そうなんですね、うんうん、そうなんですか、うん、
あ、そして山内局長からダンサーズさん、みそさん、6日飲みましょうということで、あ、そうですね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします、はい、王子はお留守番です、そうです、はい、はい、じゃあそろそろメールいきましょうか、そうですね、はい、お願いいたします、はい、はい、メールご紹介します、はい、銭形警部からです、ありがとうございます、先日西町のこれ花花天国でいいのかな、花花天国です、うん、花々天国で取り上げていた老舗のお店が次々と閉店していくのは大変残念な限りとしか言いようがないですね、中にはお店の場所を以前から知っていただけにタイミングが合わず一度も行けずに閉業したお店や、昨年10月いっぱいで閉業した私の地元首里にあった綾具食堂や株食堂などの老舗のお店が営業したのは本当に残念だったと思います、うん、ということでございますね、なんかね、あの古くからやっててね、うん、皆さんに親しまれてるお店がね、あの閉業するとなんか寂しくなりますよね、綾具食堂が私の中では、うん、はい、あ、埼玉の郷さんから、うん、どこの番組、ROK ラジオ沖縄の番組になります、あ、うん、そうですね、はい、うん、はい、うん、あ、そうそうそう、ラジオ沖縄ね、はい、はい、はい、じゃあメールいきますよ、はい、王子、ダンサーズさん、みそにこみさん、こんばん、名古屋、名古屋、名古屋、ラジオネーム、たかぼです、ありがとうございます、いやー、先週はまさか王子の大好物を送ってしまうなんてしかもあのようなギリギリの興奮ぶりを巻き起こした、あ、引き起こしたことに反省と残念に思います、そんないたずらもあったんですね、昔はと終わるかと思ったら意外にもプラチナ賞という賞を与えるとか深掘りされてしまい、あ、誠に残念でなりませんでした、次回はもう少し内容を精査して誤解のないようにメールしますね慌てない、慌てない、一休み一休みということです、まあね、素晴らしいあのキラーパスをいただきましたんでね、あの高尾さんの、うん、そこまでクオリティを求めてる番組じゃないです、はい、ただね、まさか高尾さんも、はい、あんなに王子が、うん、こう突っ走るって思ってなかったんですよね、うん、あのメール、うん、やるだろうなと思ったけどやっぱりやったなと、まあね、思いましたけど、まあ、素晴らしい、ね、パスをいただきましたんでね、うん、良質な餌に食らいついたって感じですね、はい、そうね、そう、ちょっといいんですよ、皆さんね、どんどんね、うん、まあ、王子のね、好物となるような、ね、メールをたくさん送っていただければね、うん、どんどんそこからね、引き出しを広げていきますのでね、うんうん、まあ、むしろですね、高尾さんナイスな仕掛けでしたまんまと王子が調子に乗っちゃったっていうね、はい、調子に乗った、調子に乗っちゃったんですよ、あれはパクッといっちゃいましたね、パクッとね、はい、うん、じゃあ釣り上げるのも早いよね、はい、そして、はい、高尾さんがありがとうございます、はい、複雑ですいや、とんでもないでございますよ、うん、もう罠にはまったってまで言ってますから、そうなのねえ、うん、今日はね、でもね、うん、ツイキャスのコメントがね、凄まじく早いですね、はい、うん、みそちゃんも全然読み切れてないっていうね、そう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 、そうなんですよ、読み切れてませんよ、うん、こうみそちゃんが読んだ後にちょっと突っ込まかなと思って待ってるんですけど、うん、ジュンニーさんの50代後半カサカサですっていうのは、うん、王子のあの話、あのテカテカに の、うん、あれですかね、そうだね、うん、結構ね、手カサカサになる時ありますよね、うん、お肌じゃなくしてね、お顔のお肌じゃなくして、うん、手はカサカサになるけど、あの顔はベタベタなのね、ベタベタですよ本当にでもあと、ね、昔からオイリーだよね、そうだねあ、俺今もね、多分普通の人よりか、うん、ちょっと発汗性がいいんですかね、汗がね、うん、出たら止まらないぐらいで、うんうん、ちょっとね、熱いおうどんなんか食べててもね、結構ね、はい、だらだら出ちゃうんですよね、うん、で、周りの方見ると、うん、結構そんな風ではないんですよ、うんうん、いや私汗出ますけどオイリーではないですよ、あ、そうなの、うん、だからといってね、それがね、皆様を滑らすためのワックスではございませんからね、王子滑ってます、え
そこで出すの、うん、もうちゃんと答えに困っちゃった。いやこれ皆様に、ね、お分かりになるようにちょっとね、うん、あの補足していったんですけども、うん、決してそれがね、うん、あの水たまりになったりとかね、うんうん、ね油気が多くて滑るっていうわけではございませんよっていうね、うんうん、ちゃんとそういうあの案内をさせていただきました、うん、別にいらない。いらないの？その案内いらない。だって今みそちゃんなって言ったら、ふーんって言ったよ今別に必要のない情報かな。あ、そうだったの。もうさ、なんかいちいちリアクションするとさ、なんかまたね、いろいろ広がりそうでさ、まあ、こんな言うとめんどくさいなこれ見て、あれこれ、住人さん素晴らしいこと書いてますね。はい、王子名古屋市長、ああ、こう、立候補してほしいってことかしらね。大丈夫ですか。いや、これはもう全然ね、はい、お呼びがかかればですね、お呼びというか、立候補するんですか。まあ、立候補ですよ。だから一応ですね、うん、あの後押しがあってじゃないと、うんうん、あのむやみやたらではちょっとね、ダメかなと思いますんで、うん、そういうお呼びがかかった時にですね、うん、誰からお呼びが。いやいや、いろんな方々からですよ。王子やってっていう、立候補してっていうふうに言うんですか。そうですね、そういう私があればですね、どんどんね、言っちゃいますけども、うんうん、まあ私も今のね川村市長と、はい、負けず劣らずですね、まあちょっと名古屋弁を駆使してですね、うんうんうん、ちょっとこのまあただスタイルだけはね、はい、うん、ちょっと皆様に批判を浴びるかもしれませんけども、うん、ね、あの王冠かぶってガウンね、きらびやかなガウンをねかけてるとね、ちょっとこれはね、うん、ご批判を受けるかもしれませんけども、まさにね、FMJJ 新一さんのね、うん、デザインしてくださった、うん、王子ステッカー、うんうん、まさにあの姿ですね。あの姿、あとそうですね、旧名古屋のチラシにも、はい、ございますね。ああそうですよ、うんうん、はい、そうなんですよ。そうなんです、はい、王子が、王子のデザインされた、はい、ね、怪しい感じのね、怪しい、うっさんくさい感じですね。うっさんくさい感じのね。これでもあれですね、高保さんからですね、はい、これは、まあ、東京都知事にね、移行するなら供託金300万円必要ですよってことですので、うん、まあ、王子のステッカーをですね、まあ、1枚15万ぐらいにしてですね、うん、皆様にちょっとね、お手伝いしていただこうかなっていう、そういうふうだとまた都知事選にもね、もしかしたら立候補できちゃうかもしれない。地獄を見るわよ。そっか、でも300万円いるんですね。これ名古屋市長も同じぐらいなんですかね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。でもあれってなんか歩いての得票数ないと供託金って取られちゃったらおかしいんですけど、没収されますよね。没収ですよ、うん、ねえ、あれだけたくさんの、ね、方が、ね、今立候補されてますけど、うんうん、どう考えてもその一時だけ の,、ね、そのパフォーマンスっていう風に、うん、思う方も、ね、うん、いらっしゃいますので、うん、そういう方も本当に300万を、うん、なんていうの、こう都に預けるっていうかね、そのつもりでやってんのかな、うんうん、あ、ペータさん、王子が立候補できりゃ立つだけなら、あ、あ、タツはドラゴンズのタツにかけてるのかな、うん、うん、それはまあ、高橋さん中日勝利だってよって、あ、よかったですねよかったです。完全に今ドラゴンズ寄りの発言してますけど、いいですか、この番組旧名古屋ですよ。いいじゃないですか、名古屋、だって、うん、また特に今日は王子ね、はい、ちゃんと来てますので、あ、そうですね、うん、品打線でございますけども、はい、ちゃんと勝利したということでね、うん、よかったよかった、うん、ね、エンデラントさんです。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。先日ありがとうございます。先日ありがとうございました。はいね、じゃあメールいきますよ。はい、はい、今夜も元気にこんばんは。はい、こんばんは。みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、先日はライブにお越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しかったです。ね、先週の旧名古屋を聞きいただいた皆さん、うん、多分期待していたと思うんですが、滑り王子がタンバリンで参加すると言っていたじゃないですか。はい、用意していたんですよ、タンバリン。しかも持って使うタイプと固定して歌いながら叩けるタイプの2種類を、うんうん、ですが、うん、残念。まさか体調不良で来ないなんて残念ですよ。
もはや滑り王子ならぬ座念王子ですよ。また次回期待してますハート、うん、申し訳なかったですね。あのね、うん、あのハイズってのも行くつもりでいたんですけども、あのいろんな方々からね、うん、あの熱出てでそういうなあの状態で、うん、あのね、うん、いろんな方にお目にかかってはダメと言われましたので、当たり前ですよ。で、まあ、うん、でね、まあ、歌も歌えたんですけども、うん、いつどこであの単が絡んで飛び出るかわからないっていうそういう状態でございましたんで、もうね、うん、そんなことしたらもう滑り菌が蔓延してしまいますよ。まあそうだね、まあ、美声をね、お聞かせするというよりかね、はい、うん、ちょっとそこまでね、もう喉がガラガラしちゃいまして、うん、うん、でまあ、一応ですね、なんとかかんとかね、うん、いけるようにと思ったんですけども、うん、あの皆様にですね、安全牌を取られましたので、うん、ね、ちょっとお見にかかることができなくてね、申し訳なかったでございますね、うん、すいませんでした。だってあの会場で滑り菌がね、蔓延して、うん、ね、サッシーさんの演奏に影響出たらどうするんですか。そうですよ、まあ、言われてみればそうだよね。というよりかですね、うん、その会場に、ね、おられる方全員にね、うん、あの滑り菌がね、多分移ってしまいますので、そうだよ、うん、そうだよ、全員で、ね、もうそうなるとですね、うん、ちょっとね、王子も申し訳ないなと思いまして、うんうん、まああれはまあ得策だったと思いますよ、うんうんうん、本当は行きたかったんだけどね。でも肝心な時にさ、うん、本当に王子って何かが起こるよね。だから何か持ってんだろうねだから残念王子なんだよなんかあれだね、持ってんだろうね多分ね。だから今回のね、あのテーマもテーマのね、あの例題がありましたけども、うん、全て王子が絡んでたんですよ、うん、あ、うん、王子のトークが残念とかね。トークが残念、うん、はい、トーク残念な時ある？いやいや、あるじゃないよ。いや、しょっちゅうだよ。すいません、はい、感じ取れてないんですか？そうですよ、うん、残念だなっていう。いや、どこがいや、だからいつもね、はい、どこが残念かって今言いましたよね。いや、どこがここがじゃないです、うん、全体、はい、全体ですよ、すべてに。え、そうなの？はい、だからよく王子言うでしょ、山中智文さん、はい、つべりゼリさん、つべり先生、はいはい、お元気でいらっしゃいますか？じゃあ、こんばん、おいりーって来てますよ。おい、いいですねまた塗りたくっちゃうよ本当に。これ皆様に本当にね、分けてあげたいぐらいね、お手手についたこのオイリーをね、うんうん、こうほっぺをスリスリさせてあげたいな。いやいやいや、もうツルツルするからやめて。 いいじゃん、ツルツルはいいですよ。それセクハラです。え、それセクハラなの？セクハラですよ。これまた埼玉の郷さんがですね、うん、はい、スベリーティーチャーっていうのは、うん、あ、これは先ほどのあれかな、うん、先生の話の中のね、うん、ことだろうね、うん、スベリーティーチャー、スベリー、あ、なんか競争みたいですね競争競争スベリ競争みたいな、スベリスベリ、どんな競争なんだ、うん、ジュンニーさん、もし私が汗だらだらだったら更年期障害、うんうん、ああ、うん、あら、ジュンニーさんもそんなお年頃ですかね。あら、あら、あ、カッポーイさんが新ケーキのネタであったさ、はい、鼻の油飛ばして滑るっていうやつ。おお、まあそれもですね、一つのまあ攻撃のねパターンとしてはいいかもしれないですね。攻撃、うん、まあこの男はね、その物理的にもトーク的にもね、うん、滑ってるよね。滑ってるね、はい、はい、滑ってるねあ、そうですか、はい、ということでね、一旦 CM 行きましょうか。はい、はいはい、CM です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。
おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置、運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせはリーグラッドで検索。はい、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、今日のね、はい、残念っていうのは、うん、よくね、ちょっとね、ローカル的なことになりますけども、はい、結構まあ名古屋市内では有名なね、こう魚屋さんなんですけども、はい、杉本というね、格安で、鮮魚なんかをね、扱って。杉本ってお肉屋さんじゃないの？いや、違います。違うところ、魚屋さんで、あったんですけども、はい、具体的な名前って大丈夫なの？大丈夫です、はい、よく宣伝してテレビにもよく出てるところだったんですけども、はい、そこの親父さんがですね、はい、だからちょっと病気になられて、うん、ちょっともう、商売ができなくなるというようなね、SNS であってたんですけども、うん、もうつい、どうかな、1年経つか経たないかぐらいで、そこのお店は長いことやってるんですけども、そのお魚を販売してる方はね、はい、そこのまあ姉妹店というかね、海鮮杉本という名前で、うん、飲食店をね、うん、やられたんですけども、そこがねボリュームがあって美味しいとこなんですけども、うん、まだ王子もね一、うん、回も行ってないんですけども、うん、まあ、7月の半ばぐらいで そちらのお店もね閉店ということで、あ、そうですか、うん、やっぱりそこの親父さんがですね、うん、仕入れを多分担当されてたと思うんですけども、はい、その方が、できなくなるとこう上手く、うん、お魚も仕入れることができなくなるというふうで、うん、お店を閉じられるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、そういったね安くて美味しいお店、名古屋市緑区、杉本というふうに、うん、鮮魚で調べていただけると出てくると思うんですけども、うん、かなり有名になったお店で、ただまあね、こういう言い方は失礼なんですけども、昔ながらの魚屋さんなもんですから、うん、スーパーの感覚のそのね綺麗な感じではありませんね、昔ながらの本当に魚屋さんのイメージで見ていただければ、ね、下もねお水でちょっとベタベタになってるような感じのね、うん、魚屋さんと、ね、と思うんですから、うん、でその杉本さんって私ちょっと確認なんですけど、坂、うん、の途中のところですか？坂の今は緑区のドンキホーテ はいはいはい、ちょっと並びぐらいですね。どんな地元を送してるの？わ、うんうん、かります、うん、はい、いろいろね、昔名鉄自動車学校 の、うん、筋向かいにあって、またその後ちょっと移転したりとかしたんですけども、うん、かなり有名で、まあ安くなんか行列するお店ですよね、うん、開店前からね。そうです、そうです、うん、新鮮なお魚がね、はい、手に入るっていうところで、うん、結構ね地方の方も来られてたみたいで、ね、お店をね、うん、飲食店なんかもやられてる方、うん、もうたくさんねいらっしゃってね、うん、よく繁盛してて、だいたいどうでしょうね、9時ぐらいから始まってもう1時ぐらいにはもう、もう完売するような感じのね、うん、お店でしたんで、うんうん、そこがねちょっとそんなような情報をね、書いてありましたんで、うんうん、残念だなっていうね気はしてるんですけども、うんね、やっぱり最近沖縄の食堂もそうですけれどもね、うん、なんかいろいろ、あと結構ラーメン屋さんなんかも閉店しててね、うん、ちょっと残念なことが多いですよね。やっぱりね昨今原料も高くなってて、そうですそうです、ね、やっぱりそのままの品質を保つ
保ちながらでもね原価っていうものがやっぱりありますからね、うんうん、だから今のねそのあたりがなかなか難しいですよね、うんうん、商売はですので原価っていうふうに思い出しましたけど、うんうん、回転寿司なんかでもね、うん、まあ、そういうチラシとかそういう看板なんかの、うん、こう大エビって書いてあって、はい、ね、お寿司が握ってあるねあの写真があったんですけども、はい、うん、やっぱりいざね頼んでみると、うん、大エビじゃなくて小エビって思う時がありますからね、うん、やっぱりそれちょっと差があるかなと思って、ね、で大きいのをイメージしててちっちゃいのが出てくるとうん、とっても残念と思ったことありますけども、うん、やっぱりそれもね今のいうご時世で原価の加減があるかもしれません ね、はい、ということで、はい、名古屋は栄養コーナーでした。はい、はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子こんばん。名古屋、名古屋テーマ残念、残念で浮かんだのは芸人の畑陽子さん、ギター侍ですね。一時期すごくブームになってましたよね、うん、ということでございます。残念ってやつですね。残念ね。あ、最近畑陽子さんね、うん、お見かけしてないです ね、うん、もしかしたらやっぱりあれあの一発屋芸人さんのうちに入るのかな。私でもどこかでなんか出てるの見たことあるんですけどね、久しぶりに。あ、そうですか、うん、私は思うんですけども、別に畑陽子さんに言うわけではないですけど、うん、BGT ん、ブリティッシュゴッドタレント今、はい、芸人がよく行ってるじゃないですか、海外で。はい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 、あのイギリスとかアメリカで、うん、あそこで出たらどうなんですかね、うん、ねえ、受けそうですよ ね、あれ出たら審査員に全員パツパツパツってパツ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 っていう、うん、あれ全部英語にしたらいいんじゃないの。ああ、うん、でもそれ面白そうですよね、うんうん。沖縄大使さんが、ちなみに今さっき FM ギノワのアドレスに浴衣ウィークの投稿用の写真を送ったっすって、あ、今日はリモート収録だったのでっていうことで、うんうん、ああそうなんですか。沖縄大使さんはね、あの大好きを叫ぼうという番組をやってらっしゃるんでね、うん、はい、今日収録日だったんですね。ああそうですか、はい、うん、私この前ちょっと聞きましたけどね、いやなかなかね、うん、やっぱり一時ですからね、うん、たまたまあの時は来てたんですけど、うんうん、聞きましたよ、うん、スイマとの戦いで、ね、聞きましたね。はい、はい、では続いてメールをご紹介します。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。先日プロ野球ファームの試合を見に行き、イベントで選手からサインをもらえる抽選会がありました。到着が少し遅くなってしまい、すでに長蛇の列がどうかなと思いながら並んでいましたが、列が進む中、あと何名ですとの声が聞こえてきます。順番まであと少しのところで、あと1名ですの声、ドキドキしてると本当に目の前でラストの当選者が出て、ガラガラを回すことなく終了となり、ああ残念となりました。あと10分早く出かけていたら間に合ったかなと思ったり、次は早めに出かけたいと思っていますということでございます。目の前で、ね、それ一番嫌だよね。あのしかもこの抽選をする権利がなくなるっていうね、そういうことだよね。辛い、自分の前で終わりって一番ね、本当に残念すぎる。わかりますね、その気持ち、ね、あのよくあるじゃないですか、合格点でもね、うん、例えば90点が合格点ラインですよって言って89点とかね、うん、ああそういうのあります。あと1点なのにみたいなね。そうで、山中智文さんから、王子の政見放送聞いてみたい、ダメ出し本出し付きで。多分そこはね、あの本出しやったらどうなんでしょうね、大丈夫なのかな。後ろの手話をやられる、ね、方がね、とんでもなくひっくり返っちゃうんじゃないかなっていうね。あ、そうですればね、あの手話でこうね解説つけますけどね。でもね、あれはどこまで喋ってもいいのか、
ね、分からないところでございますけども、うん、どなたかの手話の分かる方、王子滑ってますを手話でやってるし、ね、はい、ね、そういうことね、はい、王子滑ってますね、はい、で、王子も萌えらけにゃーって萌えらけにゃ、ジュニーさんが萌えらけにゃ、あ、まあ、なんて言ったんでしょう、名古屋弁でいうところのどえドエリアみたいなのと似てるのかな、うん、そんな感じのニュアンスですよね、ドエリア頑張れみたいな、沖縄だとデイジーになるのかな、あ、そういうことね、はい、デイジーって片付けていいのかな、うん、なんかそんなちょっと違う気もするけど、そうです、でペーターさんが名古屋市長の供託金は240万のようです、あら、そうなんですね、ある、滑りファンディングでどうなるかな、なるかにゃ、うん、そうそう、皆様のね、ご支援をいただいてですね、うん、この240万円を使っていただいて、うんうん、市長選に出ようかなと思いながら、うんうん、錦の町のちょっとね、違うちょっとこう市長になろうかな、あのさ、うん、もう繁華街でやろうとしてるところがなんか違うよね、いやでもあれですよ、ああいうね、いろんな方々、まあ、お店のお姉様方のお力によって当選する場合がございますからね、うん、なるほど、うん、そう、うん、ね、そのお姉様方がですよ、うん、いろんなお客様にですね声をかけていただいて、なるほど、うん、っていうね、やっぱりそれもね、組織の力でございますね、組織票ですか、組織票ですよ、そうでございますよ、組織票でございますよ、西区の繁華街の組織票ですか、そうですよ、滑り組織票、繁華街の組織票ですか、で、岐阜のキュウリのバーバーさん、こんばんは、暑いですね、我が家はこれから夕ご飯です、ということで、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、はい、うん、うん、ねえ、あ、で、22時32分、うん、王子注意ですよ、次発言でイエロー出ますよって、それは何の話、何の時だったろう、何の話、ね、うん何分って言われてもちょっと忘れてますよね、で、ね、山中さんが、うん、政見放送中にレッドカード、伝説の生放送イベントのように引きずり希望ってああ、うん、多分それはないような気がしますけどね、うん、ね、引きずりはないような気がしますけど、高尾さんが ご希望、ご要望とあらば、うん、VAR で検証して、 VTR じゃないの、 VAR で検証して遡ってのイエローにすることも可能ですよって、あ、まあ、それはですね、まあ、王子にとってですね、もうイエローもね、レッドもございませんよ、うん、もうこのね、皆様にこう、喜んでいただけるトークをね繰り広げておりますので、お黙り、うん、どこがねイエローなのかレッドかもね全くね分かっておりませんから、全然近くないじゃん、お黙り、もう高本さんこんなにいろいろ吟味してカード出してるのに全然意味ないじゃん、もしかしたらちょっと厳しい審判の方厳しい審判の方すいません、高坊さんはね、高坊のキックオフという番組をやられております、うん、FM ギノワンで、はい、ね、もうそうですよ、審判ですからね、うん、そうだよね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 ってなんだ、うんうん、こう甘くしていただけるところはこう甘くしていただかないと、うん、もう本当に王子退場になっちゃうんだから、ね、もう退場、もうとっくにこの番組からつまみ出されてるよねきっとね、うん、のっけからのっけからねのっけからね、で、名古屋 AA718 ジョージさんからです、はい、こんばんは、はい、なんだかんだ言っても王子の滑りトークに癒されるんですよね、でしょ、こう癒される方もいらっしゃるわけだから、あのジョージさんはちょっとね匂いがよく似てる同じこうジャンルの方かもしれないです、ね、ジャンルが一緒匂いよく似てるよ、うん、最近メール遅れて送るの忘れてるって、あ、ありがとう、またよろしくお願いいたします、はい、ね、まあ、これがね、うん、ちゃんとこういうふうにね、ご報告いただける方はいいんですけど、まあ、大体ね、聞いていらっしゃるリスナーの方々は、まあ、王子のこのトークにですね、はい、滑るとはまた別ですよ、はい、滑りが別ですけども、うん、かなりねこう癒されてる方がいらっしゃるんじゃないかなと思ってますので、うん、どんどんこのね、私のこのマイペースなトークをね続けていかないと、うん、こう皆様がね、ちょっと飽きてきちゃうんじゃないかなと思って、お引き取りください、え、もうお引き取りするの、お引き取りください、うん、あ、そう、高本さんが手話通訳士が後ろから叩いて突っ込むはずねって、あ後ろで手話してる人がこれはこれは手話できませんって、あ、手話できなくてこれは手話はできませんって
手話通訳士の方に叩いて突っ込んだらすごい面白いですけどね。そうですね。それは手話できませんよってね。手話というよりね、あの、うん、リアクションですよね。もう手話じゃなくてリアクションになっちゃうんですね、はい、うん、王子が開き、うん、あ、多分沖縄だしさんが、うん、王子が開き直ったから思わず麦茶こちょっとこぼしたやんってえ、もうそれぐらいあれなの、こう、うん、こうドキドキしちゃったの。ドキドキじゃないよ、ドキドキじゃないよ。あ、そういう意味じゃないの、うん、なんかあの、ね、こう王子のトークにね喜んじゃってね、うん、ドキドキしちゃって手が震えちゃったかと思っちゃったもん。あの高坊さんがね、はい、お姉様方の住民票が名古屋市にあるとは限らないよって。あ、そりゃそうですよね。そりゃそうなんだよね、そうよ、お姉様方必ずしも名古屋市に住んでるとは限らないですよ。そうなんですよ、そうですよ、ね、うん、だからこの幅広くですね、はい、うん、幅広く、うん、だから錦をまあ拠点としながらも、まあね、女子大工事の方もずっとこう広げてですね、いろんな、はい、あのまあ、その道の方々やっぱりつながりがございますので、うんうんうん、まあ、そこら辺でやっぱりね、先ほど申し上げたようなこう組織票が出てきますので、うん、あのあくまでも組織票にこだわるんだね。組織票、まあ、それ大事ですよ、まあまあ、それがないとなかなか、なかなかね、王子 の、うん、あのもし市長に立候補するんだったら、うん、組織票狙いなんだね、まあまあ、あ、でもそれ必要ですよ、うん、あの無所属ではなかなかあ、無所属ってなかなか大変ですもんね、なかなか大変ですからね、確かにね、うん、なるほど、うん、このバックアップがないことには、うん、あのカーブボーイさん、はい、敵陣営からハニートラップかけられてくるから終わるタイプよそれハニートラップなんて敵陣営からハニートラップかけられて終わるタイプ、まあ、それはね、まあ、こういうのね、あ、そうだね、あのライバルのところが、うんうん、あのちょっとお色気作戦で、まあ、王子がまんまと引っかかるっていう、ね、うん、まあ、こういう時はですね、やっぱり戦いでございますので、うん、でそういうこともね、ありますよ、今現在の、うん、現職でこうやってやられてる方も、ね、こう足を引っ張るようなね、足の引っ張り合いですからね、やっぱりね、足の引っ張り合いなの、うん、やっぱりそういうところもなんか前向きじゃないよね、足の引っ張り合いって、うん、だからそれもまあ織り込み済みでというふうに考えてですねなるほど、うん、まあ、そこら辺また順二さん、幅広く愛知県知事選って、あ、もう名古屋市を越えて愛知県知事選、あ、そうかそうか、名古屋市内の方とは限らないよって言ったから、うん、そういうことね、幅広く愛知県でっていうことで、まあもちろんでもね、愛知県じゃない方もお姉様方いらっしゃるとは思うんですけどね、まあね、でもまあ、ね、愛知県ならまあ、まだなんとかね、ちょっとお姉さまのこの組織票率を高めるっていうところですか。そうです、そうですあ、じゃあ愛知県とね拡大させれば票が取れるかもしれんと、うん、まあ、そういう可能性はありますよね、うんうん、あのね、やっぱりね、いいお客様をねお持ちのね、うん、あのお姉様がねたくさんいらっしゃいますので、はい、うん、まあ、そういう方にお声をかけていただいて、こう王子のね、こう評価を上げていくっていうことですね。あのジョージさんがやった王子様と同類の称号獲得って喜んでますけど、あれ？ジョージさん大丈夫？ジョージさん大丈夫ですか？いや全然いいですよ。やっぱりね、やっぱりこうやってね、あの匂いが一緒の方々ね、たくさんいらっしゃいますので、うんうん、もうまあね、まあ表向きにはね、出してないかもしれないですけども、はい、うん、やっぱり私たちちょっと分かっちゃいますので、分かっちゃうの？うん。FMJ 自身さんが、うん、はい、多分イチコロだと思いますね。ああ、ハニートラップに引っかかるタイプってことね。もう間違いないですね。間違いないですね、はい、うん、まあ、でペーターさんがずっこけ政策、滑り王子と旗揚げ、ああ、嫌な政党嫌な政党、嫌な政党って滑り王子とあ、いやでもいい感じですよ。でも政策はずっこけ政策なんですね。まあずっこけ政策、まあ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 ナイスなネーミングですけどね。まあそういう時もありますけども、うん、はい、エンディングでございます。はい、エンディングです。はい、来週のテーマは天気。来週のテーマは天気です。天気が良いのでドライブへ出かけたい、天気に左右される仕事をしているなどなど、お天気のエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート
名古屋、東海、京和。相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス。経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人。個人スポンサーさんです、グランレーダさん。名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。アートワークウェブサイト FMJG。 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋。太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ。ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド。個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん。こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。誕生日のエールを送ったツインクルちゃんが出てこなくなったのが若干心配でございます私。ほら王子、いらんことするから。いらんこと。いやもうあれ、あの、はい、感激したんでしょ。閉店。ガランガラはい、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日もついジュンジさんがいらんことするからだかねって。え、なんで。あれはすごいよ。高まあ今日もですね、あのツイキャスのコメントがすごかったですから、はい、読むことが全然できませんでしたけども。もう高本さんかわいそうに誕生日なのにって。あとのチェカズムソさん、ありがとうございます。ムソさんありがとうございます。笑って、ムソさん笑ってるマークになってる。あ、この滑りトークで笑っていただいたんでしょうか。はい、ありがとうございました。では反省会ですね。また今日も、今日も反省会です。なんでトークも格好も滑ってるっていうことで、ね、はい、はい、ということで来週は天気です。来週も聞いてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。